はい、ということで皆さん、お久しぶりでございます。皆さんにはですね、多大なるご迷惑をおかけしたということですよ、君たち。前回のブロックスフルーツの動画投稿から約1ヶ月空いてます。なんなら多分1ヶ月以上空いてんじゃない？どのぐらい空いてんだろう今。前回あげたのが2024年の1月10日だって。あ、ちょうど1ヶ月前だ。撮影日2月9日だから1ヶ月間まともに動画上げてないことになる。あくまでもあれ動画投稿なんで、撮影に関してはもう1ヶ月半から2ヶ月ぐらいやってないかもしんない。というレベルでやっていなかったです。理由もいくつかあるんですよ、視聴者の皆さん。まず1個目、まあこれが一番でかいんですけど、アップデの要素、ほら、3号パイセンが持ってるやつ、名前なんだっけもう、それすら忘れた、もう。ホックスラップか。そういうアップデの要素も、やっちゃったと。これ以上何の企画するんかっていうのが動画班内であったんですよ。で、それに伴う動画班のモチベーション低下によって、もうちょっとやめとくかっていうのが1個。で、もう2つ目が、ちょうど同時期にトイレットタワーディフェンスが流行り始めたってのがあったので、ちょっとブロフルからトイレタワーディフェンスいっぱい撮りたいよねっていうのでそっちやってましたね。はい。で、弟くんがヘッドホンの充電が聞こえ、なんや、聞こえないって聞こえるでしょ、聞こえるでしょ、嘘つくなっていうことがあったので、今まで動画が上げれなかったということです。今日はですね、これから、ブロフルをどうするのか会議と、いうのをやっていきたいかなと思っております。まず視聴者の皆さんで、ブロブルの新しい新シリーズを撮ってほしいなって思ってる方は、高評価とかコメントをたくさん書いていただけると嬉しい。かつなんかこれしてほしいとかも欲しいかな。やるんだったら俺ファースト C 編のレベル1からやりたいと思ってんの。だってさ、のっちゃん何レベ今。のっちゃん白駒前何レベ。1143。サード C 編いけないんですよね。で、今から、じゃあサード C 編で撮るって何かっていうと、例えばもうゴッドヒューマン手に入れるとか、ちょっとそういう鬼畜系しか残ってないの。おでん二刀流手に入れるとか。なら、もう完全にファースト C のレベル1の状態でやった方がいい。そう、みんなもう V4 とかなっちゃってるからね。だから、もう今更見たところで視聴者も追い切れないでしょっていうのがあるんですよ。V4 とかわかんない。わかんないよね。ってのがあるとレベル1からやった方がいい。で、リュートピョンダウって。はい、どうしたゆうとくん、どうしたゆうとくん、やっぱ熱でやられた頭が。大丈夫頭。うん、発熱してるから頭やられた。ラドンくんがで、うん、何キモさ V4 って。新種族、うん、キモい V4 出てきた。バニーが好きって言うからって。だから僕がなってあげてる。うん、わかんないです。言ってないって。ゆうとくん熱ある、大丈夫。今日ゆうとくん発熱してるんだって。今日今8、あ、36度8分、あ、36度8分平熱で大丈夫だね。じゃあ、はい、ゆうとくん大丈夫でした。すいません、嘘です、嘘です、ツイッターのやつ嘘ですよ。はい、ちゅうことで今いるメンバーでさ、プロフルやるって言ったらやることのぐらいいる？ファースト C から1からやるってなったら、まだ企画は決まってないんだけど、まあやってもいいよっていう。まあ、だいたい、1ヶ月間ぐらいかな。リコくん、はい。ラドンもやりたい。リトンタもやりたい。ノッチャもやりたい。タヌキチもやりたい。弟くんもやりたい。ナオくんもレベル1はきついって。あ、でもあれができるよね。ステータスリセット。ステータスリセットならありなんじゃない？じゃあ。俺とかはレベル1するから、ステータスリセットで、一応その、レベル上げはしなくてもいいっていう風にしてもいいんじゃない？で、そこのみんなの強さに合わせて、ステータスを振っていくみたいな。とかならありかもしんないね。だからまだ決まってないんですよ、皆さん。次何をするかが。でもやるならファーストシード1からやりたいなと思ってるんで、で僕は多分レベル1からやるんですけど、だから既存の動画班そういう対応してもいいんじゃないか？で、やっぱ今の人数だと、12人じゃん、ブロフルって。じゃあ12人マックスで始めればいいってもんじゃなくて、12人しかいなかったら、撮影の時に大体 50% なの。みんな見て、今日の撮影も、動画配信40人いるんだけど、来てるのって多分20人いないぐらいなの。大体の撮影の参加率って平均 30%、40% から 50% ぐらいなの。ぐらい集まればいい方なので、ってなってきた時に、今の人数じゃ足りないから、新しいシリーズを始めるなら、またブロフルから、タヌキチとかヒョアンセみたいな新メンバーを輩出しないといけないね。募集かけて一緒に撮るっていう形にはなるのかなと思いますね。ファースト C 編から何撮る？撮るんだったら。ただね、普通に攻略するのはやっちゃったから、ファースト C かサード C までガチでオール茶番できるのか？おい、ラドナ結構できるか？お前やったことあんのか？結構お前、プロフル参加したことないんでしょ？お前、ファースト C からサード C 参加したことないよね、ネタにね。採用って。お前、できるのか？お前、地獄を見るぞって、お前、修理2回の撮影で、
毎回ね、3人か4人で裏のディスコードでセリフとかの台本考えて、お前できるかお前、おいお前知らないからな、地獄見るぞまして。お前それ言うなよ絶対、お前最初だけやつできるの。お前だからファーストシー編の後のセカンドシー編参加率減ったんだぞ動画反応ってのがあるんで、そこ困ってるんですよね。なのだはもう飽きたわとかやる。そうだね、ゲコくんだけがネタするみたいな感じになりそうだもんね。いや、一個考えてんのが、初心者だけ集める。新しく入る子。B0 から始めるブロフル生活で、もうガチで、もう今更ブロフルやったことがないような初心者キッズを集めて、初心者に、動画班がいろいろ教えていくみたいな、教育していくみたいな感じの企画。それだったら初心者も見れるし、クロートやり込んでる人もそうそうそういう風に教えんだよね、みたいな、どっちにも楽しめる動画にはなるのかなとは思ってる。その中で、まぁちょっとなんか嘘のことを教えたりとかもできるしね。ネタにも繋がりやすいのかなっていう気はしていますね。もう一個考えてんのが、死んじゃダメ縛り。なるべく死なないように立ち回るっていう。その緊張感に駆られながら何かを取っていくっていう。で、死んだら何かしらのペナルティが付与されるっていう。なんかデスゲームブロックスフルーツはありなのかなって考えてましたね。死んだらバンしていく。あー。それボツかな。それボツかな。大丈夫かな。ファーストシー編クリアできるのかな。4話ぐらいで終わりそうって。あ、それは、じゃあそれは別途で撮りましょう。じゃあ、だからのっちゃんもそれなら参加できるんじゃない。全員アカウントを1ステータスにセットしてもらって、1回限りじゃんそれって。ぶっちゃけ死んだら終わりだから、まあそれはありかもしんないね。別で撮るとかはいいかも。あとみんななんかさ、ありますかね、視聴者と一緒になんかこれ撮るって言ったら、なんか1話から継続的に撮れて、で、かつなんか視聴者が楽しんでもらえるような新シリーズ企画みたいなのって何か、あ、ないかな。でもやっぱなんか縛り付けた方がいいのかな、やっぱ。ブロフル遊戯王ってだからどうやるんだって。おい、だから、何、ブロフル遊戯王ってどうやんのじゃ。デュエルって行くぜって。何、カード作るのブロフルの。ロビのバーストストリート、1話で終わる。1話で終わるよ。サードシーバレスキル振り分けがない。じゃあどうやってクリアすんのじゃあ。待って、じゃあどうやってクリアすんの俺らは。僕はやらないしって。それ、レベアゲー無理じゃん。ねえ、頑張って。じゃあ、ゆうとくん強制参加ですね。はい。むずいなーって思ってます。だから、投稿するならみんな3月の春休み期間ですよ。春休みやっぱ盛り上がるじゃん。うん。丸1日かけてビッグバブ倒してみた。それ、突発企画になるんだよね。キャラ縛り？お前は今日からウソップだーって、ワンピキャラになりきってやる？持つからそれ、持つから動画。もう原作を再現しまくる、ひたすら。でもなんか、ウソップは銃だけ縛りにする。じゃあ俺、ジンベイやるわって。魚人からで使えるのいいね。あ、もう縛っていく？キャラ縛りで、ブロックスフルーツとかなんですかね。まあいいでしょう、皆さん。ちょっと短い動画になったかもしれないんですけど。はい、参考はベリーゴーって。沈むやん、じゃあ。お前途中で、沈むやん。燃やされるって。参考筆縛り？あ、いいね。もう一人一個縛った上でクリアしていくみたいなブロックスルーツ、まあ、なしではないのかな。で、赤津でなんか動画班のネタもちょっと織り交ぜながらやるのはありなんですかね。はい。ということで皆さんちょっとコメント欄でお待ちしています。はい。まあ別にやらなくていいんだったらやらなくていいんで、別の新しいシリーズやるんですけど、まあちょっとなんか動画の投稿本数上げたいってなった時にブロックスフルーツ、非常にね、企画が取りやすいんですよ。一回の撮影でいっぱいたくさんね、撮影とか動画が撮れるんで、効率がいいんですよね。はい。ということなんで皆さん、たくさんのコメントお待ちしております。はい。ということでお疲れ様です。バイバーイ。